ヒルミです。今回はポケットモンスターホワイト2ライバル実況やっていきたいと思います。今回ポケモンリーグですね。やっていきたいと思います。よい、ここに来ましたね。はい。そうですね。簡単だな。あ、そうです。これ前作のブラックホワイトからの仕様ですね。何ですか？あ、はい。行きましょう。ちょっと裏でね、倒してないトレーナーとか、倒してレベル上げとか、やってきました。で、前回と並び、ブラックホワイトと並びは一緒だと思うので、まずは、前作と同様の流れでいきたいと思います。はい。なんか、おぞましい感じがするね。うん、仕掛けもちょっと変わってるね。はい。なるほど。これまるで、シャンデラのような雰囲気を醸し出しても暗いな。めっちゃ散らかってんな。はい。久しぶりです。はい。で、お芋と名刺よきドラゴン剣を共に。あ、これ N の話かな。2年前の話ですね。はい。よろしくお願いします。ちなみにこの2年の間で、なんか、しきみさん、小説家デビュー果たしたんですね、多分。はい。まあ、ちょっとなんかピントずれましたけど、はい。スマホの仕様です。はい、すいません。はい。高えなぁ。高いけど。よっしゃ、ワンパン急所。有効かなぁ。これ有効なんかなぁ。まあ、特性が変わっちゃいましたけど。あ、地面、あ、いるけど、まあ、変えるか。地面ポケモンいたわ。まあ、このままいくと、フライゴンゲーになっちゃうので、まあ、ちょっと変えていきましょう。はい。ああ、耐えられちゃうね。どうしようかな。宿り切れる？で、ちょっとだけ回復させて、で、リーフブレード。宿り木のダメージ込みで、おぉ。でも次の宿り木で終わるよね。OK。チャンネル変えましょう。炎ゴースなんでね。これ地面効くよな。多分。冬じゃないよな。なんか紛らわしいポケモンいるよな。冬か冬じゃないかみたいなポケモンが。オッケー。なんか地震の方が良かったんですけどね。ワタマシンが行方不明なんで。変えましょう。ゴースト、飛行なんで、あ、ちなみに進化立ちました。じゃ、10万ボルトで行くか。シャドウを。さすがに向こうの方が早いか。特防ダウンはきつい。次耐えれるかどうか微妙だな。あーう。どうしようかな。多分次あれよね。回復してこねえのかい。回復せえへんのかい。マジか。どうしようかな。バッキー。あ、ちなみにこれも進化させます。はい。なんか、すべて関係よくわかんねえな。じゃあ。はい、ありがとうございました。小説家、大丈夫かな？はい、じゃあ行きましょう。
はい、回復と戦闘の交代を終えました。じゃあ次、こっち行きましょう。変わってないと思うので、多分、あの人だと思うんですが、来ました。久しぶり、ギーモさん、久しぶり。なんか前作は結構なんか連続で超先生が来てなんか文句言ってましたけど、今回は大丈夫そうですね。かっこいいな。はい、あ、バフロね、捕まえました。裏でね、チャンピオンロードの前にいましたんで。あ、辻斬りか。猫魂使ってくると思ったけど、メロメロきつい。あー、くそ。マジか。いや、猫魂打ってくると思うじゃん。交代しよう。すまない。非力な私を許してくれ。メガホーン。試合抜群や。最初からこれ打っときゃよかったんだよな。変に深読みしすぎてしまった。ズルズキン。ズルズキンは、あ、そうか、悪格闘だから。抜群。あ、耐えないのか。マジか。で、とりあえず見切り使おうか。ああ、そんな技覚えてんのか。噛み砕く、ほう。でも回復使ってきそうだから、次もちょっと空飛びしようか。マジかよ。マジか。マジか。これ負ける可能性が出てきたな。そう。なんかことごとく小池が恨み出てんだよな。フライゴンゲーになっちゃうな。アルビアル、あ、そう、あれがジャローだが、あー、きつい。
ましょう。あ、違う。戻して、ジャローだ。危ないなぁ。これで、リーフブレードが、新緑圏内になって威力が上がってるので、これワンパンのはず。オッケー。切り刻んは、鋼が入ってるので、フライゴンが効果抜群ですね。勝てたけど、あんまりなんか、しっくりこない勝ち方をしてしまったな。そうだそうだ、勝つぜ。回復使いまくるぜ。でももっとスマートな勝ち方できたな。これちょっと、いろいろミスったな。そうっすね、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、次行きましょう。はい、回復と戦闘の交代終えました。ので、次行きましょうか。キラキラ。さあ、あの方だと思うんですが、あれ、いない。花が開いて、あ、来た。カタルヤさん久しぶり。前作ではなんか起こすんじゃねえみたいな文句言われたんですけど、今回は大丈夫そうでしたね。はい、あ、エスパータイプの使い手ですね。じゃあ、噛み砕く。あ、首か。交代しよう。また交代だな。悪めっちゃ撃ってくるやん。これもちょっともう、攻撃するか。キリがねえわ。で、まあ、寝ちゃうけど、シンボラ、エスパー電気なので交代しましょうか。シビルドの10万ボルトを、食らわせてあげますよ。多分レベルは向こうの方が高いと思うんだけど、最近ね。いや、急所マジかよ。どうしようかな。マジックガードの可能性あるよな、特性。じゃ、なんだっけ。フライゴンを回復させよう。まあ、なんとか、一回耐えたので、じゃあ、かけらで、シビルドンを回復させよう。そんな、ナメプ、されたけど。あ、でも、きついな。レイビー持ってんのか。フライゴンワンパンで落としてくれないと困るな。いや、待てよ。岩なだれで、ワンチャンひるみ狙おう。あ、ひるまない。しかもギリギリ耐えられた。マジか。うん、回復読み10万ボルト。
ワンチャン麻痺。麻痺らんか。これちょっと回復入れよう。まあ耐えない。まあこれ無駄急所。急所当たりすぎじゃない？気のせい。ここはまあ噛み砕く。命中安定で噛み砕く。ランクロスこのままでいいか。エスパー単タイプだよね。防御ダウン。耐えるかな？どうだろう？耐えた。一回噛み砕くで。ゲイ。このまま行きたいけど。いや、一旦このままで行くか。耐えない、うん、ワンパン無理だよな、多分。防御ダウン。お盆かな？舐めっぷしてくれんかな？まあ、さすがに最近ねか。次こそ、決めてくれ。よっしゃ。防御下がってるから、まあ落ちるでしょう。オッケー。はい、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。はい。次、ラストですね。はい。回復と戦闘の交代を終えました。じゃあ次、視線のラスト行きましょう。もう、あの人なんですが。はい。なんか豪華だよな、ジムの構造が。なんで変えたんだろう。まあなんかプラザマナに乗っ取られたからかな、前作で。あ、どうも。お久しぶりです、レンブさん。そうなんですよね。デカクトタイプ。はい、行きましょう。はい、よろしくお願いします。嘆き。一旦は、見切り入れよう。なるほど。よっしゃ。急所、オッケー。ロブシーンをこのまま行きましょうか。で、もう一回見切り。ストーンエッジか。ストーンエッジは外す可能性高いんでね。当たらんことを祈るだけですけど。よっしゃ。よっしゃ、救助来たねー。特性、強運のだけありますねー。どうしよっかなー。しっぺ返し。あ、同速かな。じゃあちょっと回復してくるから、電光石火入れようか。
あ、これ電光石火の方がいい気がする。あ、耐えられるんかい。向こうも急所かよ。マジか。じゃあローだ。リーフブレードで落としちゃおうか。オッケー。まあここまでいいか。しょ、リーフブレードどんだけ入るかな。飛び膝か。まあ、これで落とそう。はい、ありがとうございました。まあ、なんだっけ、しっぺ返しの九州はちょっと想定外でしたけど、まあ、おおむね、被害最小限に抑えられたね。よっしゃ、行くぜ。はい、戦闘の交代と、回復終わりました。めっちゃ噛んだけど。あ、A ボタン押さないといけないのか。ここの仕掛けは前作と一緒かな？あ、一緒だね。でも、アデックさんじゃないよな。多分。引退してるはずだから。戻れんのかな？あ、は、はい。は、はい。すいません。はい。さあ、誰なんだい？誰と戦うんだい？あ、遠いなぁ。はい、チャンピオンゲート。まだわからない。あ、なるほど。アイリスか。とか戦う予感はしたが、まさかチャンピオンとはなぁ。はい。優勝いきます。ラストバトルだ。じゃあ、行くぜ。まあ、先に6ピックか。サッツアンドラ、いきなり。ケイティスさんのエースポケモンではないのか。サッツアンドラというのは。ドラゴンクローで行くぜ。600族。ワンパン。フライゴン600族説あるけど。で、ラプラスを交代しましょう。さすがにね。どうしようかな、シビルドン。水、氷、だけど。そう、だから、ジャローダにしちゃうと、逆に抜群疲れる可能性があるので、まず、あー、レートビーム、向こうの方早い。よっしゃ、耐える。麻痺入れて、これ素早さ関係逆転させつつ、ワンチャン、あれと行動を封じる効果を狙って、はい。歌うかー。はい。ちょっと回復薬使おうか。いや、でも、サザンドラワンパンできたのは、だいぶでかいな。まあ、よかった、耐えてくれて。これで終わりだ。オッケー。ボスゴトラか。どうしようかな。フライゴン。なんか、全体的にフライゴンゲーになってしまってる気がするが。勝てばいいんだよ、勝てば。大地の力が、
4倍弱点ではあるけど、頑丈の可能性があるからな。耐えられそうな気がするんだよな。あ、じゃなかった。オッケー。アーケオス、アーケオス、岩、飛行。このまま行くか。そう、シビルドに変えてもよかったんですけど、ワンパタ、残りの、わー、ドラゴンクローとか覚えるのか。しかも向こうの方が早い資本で。あ、でも、あー、でも、特性弱気だからよく下がるよな。回復、回復読みの岩なんだですね。急所。あー、どうしようかな。こっちを回復させようか。多分特性弱気だから、体力半分以下だと威力が、攻撃力半減だから、これも割と余裕で耐えると思うんだよな。はい、こんな感じで。次、紙砕くかな、まあ、ちょっと命中安定で。クリームガン。あー、どうしようかな。ちょっと、体力的にあれなんで。バッキーにはクッションになってもらいます。あくび。あ、こっちの方が早い。あ、岩なだれとか覚えてんのか。マジか。どないしよっかなぁ。で、回復の薬をフライゴンに使います。まあ、耐えないよね。で、そう、眠りが入るので、この間に、フライゴンのドラゴンクローで武装したいと思います。眠りの使用は1回は絶対行動不能なんで、その間に、まあ、私ワンパンだったか。無駄な犠牲だった気がするが。このまま行こう。型破り。あ、これで終わりか。ドラゴンクロー。あ、こっちも早い。オッケー。どうだろう。あ、あ、お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 。どうなんだ、乱数なんかな。これちょっとまずいな。耐えないよな、耐えないよな。じゃあ、剣フォロー電光石火で終わらせてしまいましょう。そばやったら関係ないんでね、電光石火。はい。なんかあんまり締まらん終わり方しましたけど。まあ、これは仕方ないですね。から元気は、いいかな。まさか最後、ケンホローが締めてくれるとは思わなかったですけど。じゃあ。はい。終わったね。なんか、この勝ち方良かったのか良くなかったのかよくわかんないですけど。まあでももうちょっといい、特にギーマ戦とか、もっといい勝ち方できたと思うから、まあ、最後結構、楽に勝て、割と楽に勝てたのが良かったかもしれない。
ああ、終わったんだな。はい。永遠に刻んでください。一種最強。はい。まあまあ、どっちもいいよ。どっちもいいよ。はい。記録してください。てか、この機械、アデックさん、使いこなせなさそうやけど。でも今回結構噛むな。じゃあ、フルライクオン。めちゃくちゃ活躍してくれた、シビルの。まあ活躍してくれた。キノフロ、空を飛ぶ要因。シャローザ、ありがとう。最初からいてくれてありがとう。バッキー、はい。まあ、ほとんど活躍差し上げられなかったけど、すまんな、ケンフォロー。終わったぜ。チャンピオンになりました。アシストモード。何アシストモードって。あ、そうっすか。あ、はい。あ、は、はい。はい、終わりましたね。はい。はい、エンディングですね。いやー。ブラック、ホワイト2。なんとか。まあ、ちょっとね、一時ちょっときつい時もあったけど、なんか活躍できまして、おー、シェンロンが迎えてくれて。あ、めっちゃ囲まれて。はい。なんだっけ、部屋の並び順で並んでんのか。はい。ありがとう。ホワイト2。まあ、ポケモン、ライバル縛りが、ホワイト2終わったということで、まあ、使ってポケモンとかね、もうちょっと、まあ、ヒュー君の手持ちポケモンってことなんで、あんまり考える必要がないから、割と余裕かなと思ったんだけど、そう、なんか水タイプのポケモンを入れられなかったっていうのがあって、結構最後の方で、ちょっと縛りプレイじゃない、縛り概要をコナック入れちゃったりとか、一時的とはいえ入れちゃったりしたんで、そこはちょっと反省だなぁ。まあでも、最終的には外して、まあヒューの手持ち揃えられたんで、だから、そう、なんだっけ、バオープじゃなくてヒヤップにすべきだったんだよな。まあ、でも、あ、どうも。しずいさん、どうも。そう、だから、そうだ、だからヒューの手持ちに、めちゃくちゃ忠実にやろうとしすぎて、ストーリー攻略できなくなるっていう、沼にはまってしまったわけですけど、だからそこはちょっと反省点かな、今回はっていう感じですね。で、まあ、あとは割とフライゴンの汎用性が高すぎて、他のポケモンあんまり活躍させられんかったな、レベルはあんまり上がらんかったなみたいなことがあったんで、あ、フロちゃんどうも。まあまあ、最終的に忠実に、ヒューの手持ちに忠実にできたから、まあまあいいっちゃいいんだろうけど、まあちょっと後悔が残る感じかな。まあ、2回目やるかど、2回目多分やんないと思うんだけど。あ、ハーチキさんなんか久しぶりだな。あ、そりゃ全然、ポキュウと全、もう今となっても懐かしいわ。で、ちなみに、シナリオクリア後、殿堂入り後のエピソード。まあ若干なんか、
おまけ要素みたいな感じはあるんですけど、そう、なんかオメガルビーアルファサファイアのエピソードデルタみたいながっつりとしたエピソードは多分なかった、シナリオなかったと思うので、まああのキャラクターのなんか後日談みたいなちょっとおまけ程度のやつとかやり込み要素とかはあるんですけど、で後のストーリー的にもそんなにめちゃくちゃ重要な話じゃなかったと思うので、一応今回が一応シナリオ実況としては最終回かなっていう感じですね。まああの追加のそう残し、殿堂入り後の話で、まあどうかな、一応なんか番その本編としてやることはないかな、まあちょっとおまけ的な感じではあげるかもしれないですけど、一旦今回最終回させてもらおうかなと思います。まあ、キリもいいしね。あ、N。どこにいるんだろう、今 N。さあ、その家に戻ってるんですかね。はい、ポケモンカンパニー株式会社ポケモンゲームフリーク、ありがとう。戻ってきて、あ、お母さん、あ、は、はい、まあ、何やら話をしてるようですが、はい、そう、家にも家で始まり家で終わる、はい、ということで、ポケットモンスターホワイト2ライバル縛り実況プレイ、今回が最終回とさせていただきますということで、今までありがとうございました。ぜひね、過去シリーズの実況だったり、あとまあ他のゲームのね実況もやってたりするので、そちらもご覧いただきたいなかなと思います。ということで、次回、このライバル縛りは、ポケットモンスター XY の Y の方をやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、バイ。